弟が自殺してから母親がおかしいんです。何日も続けて大声出して泣き始めたり、飯とか掃除とか洗濯とか家のこと全然やらなくなったし。借りてきます。お前、借りてきます。はい。どこにおめえみたいなクズに銭貸すバカがいるんだよ。もう本当に嫌でしたん。もう本当に嫌でした。それから兄は別人みたいになって、私のことをおもちゃみたいに扱うようになりました。親子ってことは秘密にしてさ。かわいそうな男を助けたってことにしてくんねえかな。新居神の水は今動き始めたばっかりで変な噂を立てられて困るんです。이제당신은성장기로들어갈곳입니다。마음을진정시켜신의음성을받으세요。